こんにちは。前回に引き続き、ですね、レストア祭中の、とりあえずこの3台ですね。238B、それからこれが L の427、そしてこれが L の327ランタンです。この今、ランタンのレストアをですね、依頼いただいている方もですね、このビデオを見ていただいているようですので、ですね、まあ、どのランタンが、どちらの方のランタンかというのはおそらく分かると思うんですが、前回ですね、一応あの、ですね、お酢に、つけてですね、この辺りですね、サビ取りをしますというような話をしたんですが、ですね、同時に今まだこれですね、あのタンクの中に、お酢ですね、これで今日であのもう2日以上つけてますけれども、特にですねこれとこれですね、あのかなりのサビが出てましたので、じっくりと時間をかけてしっかりとサビ取りをしようと思っています。それからですね、一応このタンク前回のビデオを見ていただけると分かると思うんですが、かなりどうでしょう、 とりあえず今2時間ぐらいですかね、かけて、磨きました。そしてですね、これですね、この 238B の方はですね、これはですね、タンクの表面がこの2つと比べるとかなり、悪い状態だったんですが、これはですね、まだですね、しっかりとですね、磨き込まれてない状態です。まあこちらの427とこの327の方法は、まあどうでしょう、これはまだ7割ぐらい終わったところで、まだですね、最終的にですね、磨き上げるまでは至ってません。それからとこのベンチレーターなんですけれども、これがですね、一応この427の方ですね、そしてこれがこの327の方ですね。あの見てで、ね、いただけると分かると思うんですが、これはまだですね、先ほどちょっと磨き始めた初期の段階ですので、まだかなりくすんだ状態ですね。でこれはですね、まあ、7割ぐらいですかね、磨き上げて、まあそこそこ、鏡、まあ自分の顔が映るぐらいまで、まあ見て、そうですね、この自分の顔がしっかりと分かるぐらいまではなってます。そしてですね、一応このタンクの磨き方なんですが、前回も少しですね、まあ一言ではなかなか言えませんっていうようなことを言ったんですが、特にこのニッケルプレートのですね、こういうシルバーのタンクのランタンはですね、最初の状態、手で触った状態でですね、まあどの方法からまず入っていこうかなっていうのが大体決めるんですが、まあ例えばそれが1、これの場合はじゃあ2、そしてこれの場合は3でいこうかなという形で、それぞれ最初の状態によってスタートする、スタート地点が違うんですね。まあなかなか説明するのは難しいんですが、ですね、まあ場合によってはですね、まあお風呂に入れてあげることもあるんですが、今回はですね、あえてこの3つはですね、お風呂には、一切入れてない状態ですね。それでですね、まあ、ここにこんなものがあるんですが、1つですね、そしてまたこちら、今ちょっとタンク磨いたので手が汚れてます、こんな感じですね、あるんですが、まあこれはですね、一応実はタンクを磨くのにこの2つをちょっと使ってるんですね。まあ何かはちょっとお知らせすることはできないんですが、ですね、まあこんな感じに手を入れても問題ありません。
でですね、こちらも同じように手を入れても、まあ、全く問題ありません。ですね、一応ですね、まあ、このタンクの錆取りもお酢を使ってるんですが、まあ、できることであればなるだけあの、ですね、自然なもの、まあ、あまりあの強い薬品ですとか、まあ、害のあるようなものはですね、まあ、なるだけ使わないであの自然のものを使うのがいいかなっていうのが、まあ、あの考えなんですが、あとはサビ取りの場合はですね、あの、まあ、クエン酸なんかこれあの使えますけれども、クエン酸はもともとあの、まあ、代表する、例えばレモンとか柑橘系に入っている、まあ、あの酸ですので、あのレモンもよく使えます。実はレモンはそのままですね、あの半分に切って、絞ってこのような使っているタッパに水と一緒に漬け込んで、おまけにその切ったレモンもドボンと一緒に入れてしまいます。それですね、まあ大体どうでしょう、 2,3 日あの放っておくとですね、まあこれはまああのお酢で使ったあの漬けたものなんですけれども、まあ若干あのここは磨いてありますけれども、まあこんな感じに、なるんですね。で、ものによってはあのまあこれも昨日漬けてたものなんですけれども、漬け終わって、ちょっとこうタオルかなんかで拭くと、まあ綺麗になる場合もあります。これはですね、一応あのバーナーはあの火で焼ける熱のあの一番まあ強い部分ですので、まあどうしても、焼ける部分ですので、すすがこびりついてたりですとか、まあなかなかあのすぐ簡単には取れないんですけれども、まずこれはまあ初期のステップ段階ですね。で、あとはここのあのバーナーチューブのこれブラスの部分ですけども、まあ、この辺りはですね、比較的、まあ、磨きやすいっていうのもあるんですけども、まあ、ちょこちょこっと磨くと意外とこう光りますね。であとですね、ついでにあのここの今ですね、バーナーのとこですね、ここの部分、これ今ですね、こうちょっとこれ動くんですね。これ一応ですね、あの、まあ、本来あのバーナーレンチっていうのがあるんで、バーナーチューブレンチっていうのがあるんですけども、まあ挟んで掴んで回すんですけど、それはですね、まあ極端な話、あのもうグリップのすごいもので掴むので、まあ、傷がついたりとかへこんだりとか、完全にこれを新しいものに変える前提であればいいんですが、まあ、この辺りはまだまだ当時のオリジナルで、へこんでもいませんので、これはまあもちろんそのまま使いたいので、なるだけそういったものは使わずに、この手の力ですね。で、これまだね、ちょっとこれ外れづらいんですが、今少しずつね、緩んできてますので、こんな感じで、やった方がいいですね。で、どうしても外れないような場合はですね、まあ、あの厚手のゴムか何かをゴムシートを挟んで、あとはまあレンチでペン、あのペンチで挟んでゆっくり回して外してあげるのがいいですね。その際はですね、なるだけこの根元の部分をしっかり押さえてゆっくり回すのがいいですね。あまりあの力を入れてしまうとすぐこれあの傷がついたりとか、へこんでしまいますので、気をつけた方がいいです。